先頭わずかに大隅大君だ、大隅大君、ロイヤル鈴鹿外2番手が山人パラダイスゴールイン。やったか大隅大君。武幸四郎、どうやら初勝利は G2 ミューリマイナーズカップか。山勝さん、間からチコチコタック、チコチコタックと200を切りました。その内からは東亜トレジャー突っ込んできた。さらにはチアズグレイス、山勝スズランにチコチコタック、チコチコタック、山勝スズラン、内から東亜トレジャー、チコチコタックだ、ゴリ差し切りました。チコチコタック、チコチコタックの差し切り勝ち、1分59秒9。エースインザレース粘っているが、間から栄進剣山追い込んで2番手から先頭を追っている。さあウィンクリューガー、ウィンクリューガーだ、ゴリ、やったウィンクリューガー。右手が上がった武幸四郎、2つ目のタイトルが見事に G1 の舞台。2番手から抜け出したウィンクリューガー、 NHK マイルカップを制しました。しかしアドバイアメインが先頭だ。外からはストーク・オブ・ウィンド、ストーク・オブ・ウィンド、そしてドリーム・パスポート、名称サブトンは4番手、ストーク・オブ・ウィンド先頭だ。ドリーム・パスポート、ストーク・オブ・ウィンド先頭、ゴリ、菊花賞はストーク・オブ・ウィンド。武幸四郎騎手差し切りました。3分2秒7。エバーブロスマが追い上げて今3番手から2番手に接近、内から4番のアイユさんが追い上げてくる、後方から一気に5番のデニム・アンドレビー、現在しかし3番手の外まで、3番名勝マンボ1馬身半突き放した、3番名勝マンボゴール、3番の名勝マンボ、坂を上り切る手前で先頭に立って押し切りました。武幸四郎名勝マンボ。敵将が先頭に変わっている。さらに3番手集団ずらっと広がった中、名将マンボ、名将マンボ、そして外からデニムアンドルビー、連れてスマートレイヤーが追い込んでくるが、さあ名将マンボが抜け出してくる、間から13番のさディラックサージも抜けてくるが、先頭は名将マンボだ、名将マンボゴール、2冠達成、名将マンボ武幸四郎です。名将マンボがやりました、ガッツポーズ武幸四郎。追い込んでくるビルシーナはまだ馬群の中、抜けたのは名将マンボだ、ラキシスが2番手、2番手争い接戦、しかし先頭は名将マンボ、名将マンボゴリ、名将マンボ、3歳馬名将マンボ、武幸四郎騎手、この馬とともに今年 G1 3勝です。おばも抑え切って世代を超えた女王、名将マンボです。